甘いお話。今日は喧嘩してでも食べたい団子のお話です。東京日暮里、かつて電車が通る前、ここに芋坂という坂がありました。その坂のふもとにあるのが羽二重団子、200年近く続く老舗です。店横の歌碑には団子を歌った句、あの正岡子規も芋坂の団子を贔屓にしていました。店のメニューは堂々と焼きとあんの団子のみ。これ独特なんですよね。これはもう他のお店行っても出ませんよね、この団子は。店名の羽二重とは絹織物のこと。よくつくことで絹のようなきめ細やかさを生み出します。そしてわざわざ平らにしながら串に刺します。でも団子って普通はまん丸ですよね。その神仏の供え物そのままの形じゃなんとなく庶民の口に入れるのに恐れ多いと、まあ、そういうことでじゃあ平たくしようと、その方がなおかつその焼きの芯まで火が通るじゃないかと、平たい団子ってのはもしかしたらうちだけかもしれないと、まあ、こう思ってるわけですけどね、はい、ちょっと変わったこの団子をご近所の正岡子規は芋坂団子と呼び好んでいました。結核を患い34歳で夭折した子規、ここで最後の日々を書き綴っています。食事の記録には朝から雑炊3杯、牛乳に菓子パン、病人ながら結構な退職、そしておやつに羽二重団子を買い、これにつき悶着ありと記しています。悶着の相手は付き添いの妹律でした。食べ過ぎては吐くのを繰り返す兄を心配し、買い物を渋って喧嘩となったのです。やっぱり食べたい、美味しいものを食べたいというね、食べることが生きることだったんだろうなと。正岡子規に思いを馳せ、あん付き3本、焼き1本、でも食べ過ぎにはご注意を